子どもたちの未来の、まあ、本当に根っこになる部分を大事に作っていくっていうのが幼稚園の理念です。五感で体験したことがないってことすごく子どもたち多いので、家庭では経験できないような経験をいっぱい大切にしていきたいなっていうふうに思います。私は子どもと接するときに私も一緒に楽しみたいなっていうことをすごく大事にしているので、挨拶は絶対に笑顔でするということで、子どもたちの気持ちも明るく一日を幼稚園が楽しいって思ってもらえるといいなって思ってるので、そこは意識しています。担任になって自分が子どもから頼られるような先生になりたいと思いますし、あと保護者の方からも安心してこの先生だったら預けられるっていうような先生になりたいと思っています。ちょうど今担任を持っている子たちが、まあ、昨年度になるんですけど、割と新しいことをすごく楽しんでくれる分、やっぱり切り替えがちょっと難しかったりとかしたんですけど、まあ、その時に先輩からすごくアドバイスいただいたりとかあったので、その子に合ったものを考えて提供しようというふうに自分自身も成長ができました。先輩にいろいろ助言いただいたように、私の方でも伝えられるところは一緒に伝えていったりとかできたらいいなって思ってます。遠見学と説明会も随時やっておりますので、ぜひご連絡をください。お待ちしてます。